うも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今回のテーマソングはですね、感謝の歌です。はい、今この歌歌うときっといいですよ。はい、こちらです。ドン、ありがとうの花。こちらの曲はですね、結構前にお母さんと一緒で流れていたらしいんですけど、その後ですね、もう全国の小学校とか中学校の合唱の曲になったりとか、教科書にも載ってるというようなことで、まあ本当こう心にこうグッとこうね、感謝っていう感じの、皆さんにこう深いところまで入ってるんじゃないかなということでやってみようと思います。この曲ですね、シンプル簡単バージョンとかっこいいバージョン、今日も2バージョンやるんですけど、最初のシンプル簡単バージョンはなんと入門コード4つでできるようにガズレレ流超アレンジしましたんで、ぜひ皆さんこれキッズもお父さんもお母さんもほんとこれあらゆる世代で歌えると思いますのでやってみましょう。はい、2バージョンね。最初のバージョンはそういうわけでコード4つを使った初心者版バージョンで、後半はですね、まあピアノっぽい感じの雰囲気でもうちょっとこうスピードも上げて、かっこいいバージョンやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ音楽を聴くの最高だけどやるの方がもっと最高。皆さんぜひ音楽を始めてもらいたいというふうに思うんですけど、弾き語りをね、楽器と一緒に歌うとまた気持ちいいんですよ。でもね、楽器は難しいんです。私諦めたんですとか、もう私不器用なんでとても無理ですという皆さん、今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどん音楽ができるようになります。なんせ簡単にしてるんですよ。すごく簡単で、だけどどんどん奥もね深められるから、本当ね、本当にいい趣味です。今ご覧になっているガズレレ YouTube はね、もちろん無料ですから、お気軽に始めてください。このガズレレではですね、楽器に触れたこともない方があれよあれよと弾き語りができるプログラムがもう用意されております。そのプログラムで今世界中の方がどんどんガズレレでウクレレで音楽始めてるんで、ぜひ皆さんもやってみましょう。もうちょっとしたらこのリンクあります。このリンクに飛んでもらって、上から順番に動画見ながらウクレレ触ってるだけであれよあるとできますからね。じゃあ皆さん行ってらっしゃい。クリック、行ってらっしゃい。そこには今までガズが今まで取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がもう1200曲ぐらい、ウクレレ簡単レッスン動画としてもすでに上がってます。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の集める歌謡曲、演歌、洋曲、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、大体の曲はもう1200曲もやってますからあると思うんですけど、まあまあこんな感じで毎日日々ね、こういうアップロードもしてるんで、これからね、皆さん音楽聴くんじゃなくてやるにどんどん変えていきましょう。それでは早速いきましょう。ありがとうの花。まずはガズレレ入門コード、超シンプル簡単バージョンやってみる。ありがとうって言ったらみんなが笑ってる、その顔が嬉しくて何度もありがとう、街中に咲いてるありがとうの花、風に吹かれ下に花が咲くよ。
ありがとうの花、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってました。まあ歌詞を読んでくださいよ。ありがとうの花、みんなが笑う、ありがとうって言ったらこれ笑顔がねこう広がる花、まあまあそういうもうメッセージがモリモリですよね。はい、今やったシンプル簡単バージョン、一応フルコーラスやってるんですけど、本当はねサビもう一回繰り返すんですけど、まあゆっくりやったんで、ちょっとご自身でこうアレンジしてサビ繰り返したりやってみてください。で動画のテロップと一緒にできた方もですね、やっぱり、ね、ノートに書くのがいいと思うんですよね。で私のノートこれ皆さん写しますんで、書き出してご自身だけの演奏でやってみてください。これですねちょっと書いてみてびっくりしたのはですね、言葉が結構すごい詰まってますよね。これいつもの尺ですからね、ここ CC G7 これワンブロック4回だろうね。言葉が結構詰まってるんでね、もうやってみたら案外早口なんですよ。昔合唱で歌った方もこれわかると思うけれども、結構でもみんな大丈夫かな、歌は知ってるよね。これ一時停止でメモってってください。ちょっと見づれえなって方は、で動画の内のテロップを一時停止して書いてもらってもいいかもしれません。でいつものことなんですけど、この下にくるっと囲ってるでしょ、このこれは後半やるかっこいいバージョンではこのコードを使うということですが、今のは全部上の段、つまり入門コード4つでやってますんでね。はい、で後半のかっこいいバージョンもこれ使うんで、これメモっといてですね、いずれ上手くなったらこっちの下の段でやってみましょう。はい、こんな感じでございます。はい、あここフレーズっていうのはでん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 って口で言ったってだけなんですね。はい、じゃあこっから2番、はい2番でございます。で今のガズレレバージョンはここの2番のサビまでやって、最後ここ繰り返したという、みんなが歌ってるを繰り返したということなんですね。で これから後半やるかっこいいバージョンではもう一回ここでこうサビを繰り返すということ、これ歌詞は一緒ですからサビのね。はい、こんな感じのアレンジでやってみようと思います。さあじゃあコードの解説、さっきも何回も言ってますけど、これ今日はもう入門コード C と Am になった F と G7、 この超絶入門コード、この4つのコードはウクレレを習ったその日に覚えるコードですから、ほんとねもう嬉しい限りでございます。はい、この4つで、今日はですね、このまんまこの流れでかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、かっこいいバージョンで出てくるあとね4つコードが足されるんですけど、これも実は入門コードなんですよ。なんでまずはね、皆さんにちょっと確認してもらいたいのは、この C と Am と F と G7 っていうのは超絶入門コードなんで、これはねまあまあいいとして、これかっこいいバージョンではプラスこのコード Dm7 E7 Em7 が足されます。つまりこの8個覚えちゃうとまあフルコーラスできるんですけど、これ4つでできた方こっちも覚えてもらいたいんですけど、これはですねどっちにしたって入門コードなんですよ。すべてはいすべて入門コードこれです。ガズレレ必須コードというねコードのグループがあるんですよ。これガズレレ私が勝手に名付けてるんですけど、このガズレレ必須コードというコードのグループを覚えてしまうとですね、世の中にある曲の8割9割できちゃうんじゃないかなということで、今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube でやってるもうすでに1200曲以上のレッスン動画もほぼこれが基本になってます。でこれガズレレ必須コードグループって言うんですけど、 10個あるんですよ。10個もあるのかと思って、今日は8個ですから、これ全部で言ったらそんなに覚えられるかなと思うんですけど、1個ずつ見たら超簡単なんですよ。これも1個のコードですからね、これも1個のコードですからね。はい、だけど10個覚えるにはやっぱさすがにねコツがいるんですよ。10個バーって言ってごちゃごちゃになるでしょ。それを整理するために私がめちゃくちゃ分かりやすい動画を解説します。ここにリンク貼ってます。ここでガズレレ必須コードはスイスで頭に入るはずですから、親戚のお兄さんとかね、なんか次男坊とかそんな風に覚えるのが、ね、コツでございます。楽しい動画なんで、ぜひこれでコードマスターしてください。今日はそのガズレレ必須コードの中の8個で やります。入門バージョンは、初心者バージョンは4つ、かっこいいバージョンはそれプラス4つということですね。はい、でかっこいいバージョンの解説なんですけど、まずですね、この曲ピアノで演奏されてるですよね。でピアノといえばガズレレではね、この弾き方ドン、ガズペジオという弾き方をよく使うんで、もうこれ淡々と最初から最後までずっとこのガズペジオでやってみると、こんな感じ、こんな感じ、ありがとうで、これね原曲を聞くと結構テンポ早いんですよ。なんでそれよりちょっとゆっくりにしてますけど、ありがとうって言ったらみんなが笑って、こんな感じでこうガズペジオという弾き方がいいなと思いました。このガズペジオの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの 1ページで、その中からガズペジオという動画でこの弾き方を練習してみてください。これ楽しいですよ、これ結構簡単にできると思う。ただしやっぱり一緒に歌うとなるとちょっとトレーニングが必要ですけど、弾くことは結構すぐできると思うんでね、そっちの動画でめっちゃわかりやすく解説してますんで見ていきましょうということでございます。
はい。あとこの曲は特に決めということもなく、ほんと淡々とね、こう、歌詞にもう全勢力を注いでいくという感じですけど、まあ、見てもらったらわかるけど、ワンブロックにコードが2個ずつずらずら入ってるんで、思ったよりコードがもうどんどん進行していきますんでね、慌てないようにちょっと先を見ながら演奏してみるのがポイントだと思います。あとはやっぱり、いつも言ってることですけど、歌詞の内容、笑顔とか、もう気持ち、なんていうのかな、心豊かとか、なんかこう、ありがとうの花が咲くよ。みんなと一緒に歌う、もうなんかいいですね。とにかくそれハッピーな気持ちで歌うのがいいと思います。ありがとう、感謝の気持ち。今の時期ね、本当こんな医療関係者の方とか、こうインフラを支えている方に感謝しながら歌うのも、これ最高だと思います。やってみましょう。それではやってみます。ありがとうの花ガズレレディオかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー。花かっこいいバージョンやってみました。まあ、ほんとこう姿勢を正してね、もう感謝の気持ちでこう大きい声で大空に向かって気持ちをこう、あ、こうぶつけるみたいな、そんなね勢いですよね。はい、皆さん大いに歌っていきましょう。はい、ですね、ちょっと前々からお知らせしてますけど、5月10日の14時からガズレレのオンラインイベントがあります。実はですね、今日の15時受付終了ですので、明日参加したい方、大急ぎで参加してください。これですよ、これ。はい。チケット代は税込み660円で、このわがままウクレレが当たる抽選会も、ありますからね。はい。あとはいろいろ盛りだくさん2時間にわたる、いろんなこう、レッスンだとかトークだとか、まあ、なんかいろんな私のこととかみんなとこう、対話しながらやっていくイベントになりますので、ぜひ参加してください。その中でも言ってますけど、このウクレレの話題です。これをね、今ね、ちょっとね、事前予約が売り切れてるんですけど、これもうすぐ入荷します。これ、もし、気になる方、ぜひここで、ホームページにリンク貼っておくんですけど、ここに登録してもらうと入館来た時に皆さんご案内が行くということでメールが送られていくんで、ぜひ登録もお願いします。あといろいろありますよ。この今被ってるキャップとかさ、これ T シャツ、これ T シャツいいでしょ。これはね、オンラインで会う時とかね、もうこれからまあ春というか夏になっていくし、 T シャツはもうガズレレ T シャツゲットしてください。あとはこの便利なこのリュックサックはね、これが皆さん大好評です。これはね、ウクレレケースに見えないウクレレケースです。リュックサック型で真っ黒系ですね。でここにこう黒のプリントがロゴが入ってて、ここにハンドルがついてるんで横を持てます。なんでこれビジネスマンの方でもこれ横で持って使えるし、出張の時にも使える。このでっかさ、コンサートサイズも入って、ここにスペースもいっぱいあります。中にはね、小分けでセパレートになる
ある。このポーチが入ってまして、これに譜面台とかチューナーとかいろいろある。これすごく画期的な私がデザインした商品です。よろしくお願いします。はい。あとはこのストラップ。これ小杉さん、私の前歯に小杉さんが、作ってるハンドメイドのストラップなんですよ。こういうのとか、この水引きは私の両親、水引き歴50年の、水引き歴50年の親父とお母さんが作った水引きなんかも売っております。こんなこと、全部、ガズレレ .com ホームページご覧になってください。このホームページにもご案内がありますけど、これアプリ、ガズレシピもね、どんどんパワーアップしていくんで、皆さんのスマホとかアプリにぜひ入れておいてください。これは本当にいいと思います。有料版と無料版があります。まず無料版でもいいんで、入れておいてください。あとは、リットミュージックから出てるこの2冊の本。はい、これも累計5万部に迫るもう大ヒット商品になってますけど、このシリーズの第3弾が6月18日に出て、ただいま予約受付中です。皆さんどしどし予約受付してください。100曲入りですよ、赤い方も。さあ、そんなことでもあの手この手で楽しんじゃいましょう。皆さん、音楽は聴くのもいいけどやる方がもっと最高。僕たちには音楽があってよかった。はい、またガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。5月10日会いましょうね。さよなら。